世紀の恋、市川團十郎。二人の馴れ初め、スーパー歌舞伎などで話題を集めても邪道と批判され、孤独感も味わっていた三代目市川猿之助さん、二代目市川猿翁さんを支えたのが藤間紫さん。三代目の舞踊の師匠、六代目藤間勘十郎さんの妻だった女性だ。三代目は1965年に女優浜優子さんと結婚、長男香川照之さんを設けながらも16歳年上の紫さんと道ならぬ恋に落ちる。二人の関係は世紀の恋と世間を騒がせた。生前の紫さんは三代目との馴れ初めをこう話している。彼のどこに惹かれたのかという問いに、彼女はかわいそうで見ていられなかったと打ち明けてくれた。そもそも信仰で門閥外だった澤瀉屋、さらに祖父と父という後ろ盾を突如なくし、離縁の中で疎まれながら、それでも懸命に歌舞伎に打ち込む三代目の姿に、紫さんは心を動かされたのだ。この世紀の恋もまた猿之助さんが暴流ゆえに生まれたものだった。恋に落ちた二人、市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。